公平も意味深発言、好き花、最終回に生放送がある敏腕、ビンワンサイレント、プロデューサーが仕掛ける、リアル爆上げ秘策。俳優の多部美香子、34、松下公平、36、今田美代、26、神尾楓樹、24がクワトロ主演を務める、フジテレビ系の木曜劇場ドラマ、一番好きな花2時から同54分。 が12月21日に最終回を迎える。社会現象にもなった川口春奈28主演、スノーマン目黒蓮26が相手役を務めた2022年のドラマ<中>サイレント、フジテレビ系のプロデューサー村瀬健氏と脚本家西方ミク氏が再びタッグを組んだ月花。男女の間に友情は成立するのかという永遠の命題をテーマに。 違う人生を歩んできたが、ね、紡ぎ出す友情と恋愛、はい、そしてそこで生まれるそのどちらとも違う感情を描いてきた。12月14日の第10話は、新説八踊りリ今田は春木椿、ま、佐藤紅葉、神尾は塩行くえ、食べ二組の片思いに終止符が打たれるストーリーだった。八踊りリと紅葉はお互いに電話で失恋を報告するが、 傷の舐め合いになるよ。紅葉かすり傷もちゃんと治してよよ、とそれぞれ言い合う。一般的な恋愛ドラマなら、あまり者同士の恋愛に発展するのが王道だが、は一味違った。夜踊り時は、こういう時に紅葉くんで寂しさ埋めたろってならないから、紅葉くんやっぱり友達だわ、と言い、男女ではなく友達としてのらいあった。 その後、四人で集まっても気まずさなどはなく、それどころか四人で試しにルームシェアしてみようという流れになり、物語はいよいよ最終回へ、というところで第十話は幕を閉じた。